奴らを懲らしめてやる。 絶好なら俺に任せとけ。 大丈夫、俺に任せろ。 次のターゲットはどいつだ。とりあえずそうしとく。大丈夫、俺に任せろ。 次のターゲットはどいつだ。 またまた完全勝利。 お前すごいな。 騎士グロリアに何なりとご命令を。私がみんなを守ります。
共に戦おう。指示を願います。了解。次は私の番。指示を願います。共に戦おう。次は私の番。指示を願います。了解。次は私の番。みんな元気出して。指示を願います。次は私の番。指示を願います。次は私の番。
示を願います。下がれ。すまない。次は私の番。感謝します。指示を願います。すまない。これが正義の代価でしょうか。ありがとう。あなたのおかげで勝利をつかみ取れました。今すぐ参りましょう。
絶好なら俺に任せとけ。大丈夫、俺に任せろ。助かった。大丈夫、俺に任せろ。大丈夫、俺に任せろ。分かった。大丈夫、俺に任せろ。大丈夫、俺に任せろ。逃がさないぜ。自業自得だ。みんなお疲れさん。後片付けはやっとくぜ。騎士グロリアに何なりとご命令を。共に戦おう。指示を願います。下がれ。
指示を願います。許しはない。素晴らしい勝利です。共に戦えることを。分かった。今すぐ参りましょう。この度はお別れを告げにやってきました。とても大事なことをやらなくてはならないのです。その前にもう一度あなたに会いたくて。私の制約を覚えていらっしゃいますか。あなたから異難な殿下を託されて、何があろうとも私は殿下の安全を守ると誓いました。申し訳ありませんが言えません。でもどんなことがあってもあなたの信頼を裏切りはしません。たとえこの命に代えても。これまでたくさん助けてもらいました。ありがとう。あなたのような人がいるからこの剣を振り続ける意味があると思えるんです。
では行ってまいります。騎士グロリアに何なりとご命令を。私がみんなを守ります。共に戦おう。ありがとう。指示を願います。下がれ。次は私の番。指示を願います。許しはない。ありがとう。
素晴らしい勝利です。共に戦えることを光栄に思います、団長殿。やるぜ。
騎士グロリアに何なりとご命令を。私がみんなを守ります。奴らを懲らしめてやる。共に戦おう。どうも。指示を願います。共に戦おう。ありがとう。次は私の番。次のターゲットはドイツだ。くらえ。指示を願います。すまない。どうも。仰せのままに。次は私の番。怒ったよ。次のターゲットはドイツだ。死ね。この程度かよ。素晴らしい勝利です。共に戦えることを光栄に思います、団長殿。これはみんなの役に立つよ、絶対。
騎士グロリアに何なりとご命令を。私がみんなを守ります。奴らを懲らしめてやる。絶好なら俺に任せとけ。共に戦おう。ありがとう。えい。指示を願います。俺に任せろ。次は私の番。助かった。次のターゲットはどいつだ。指示を願います。大丈夫、俺に任せろ。自業自得だ。次は私の番。助かった。次のターゲットはどいつだ。指示を願います。すまない。大丈夫、俺に任せろ。次は私の番。感謝します。やるじゃんか。あ、なんでもねえ。俺がいるからには当然の結果ってことだ。ご機嫌いかがかな、我が友よ。ニュースを二つ持ってきたぞ。一つ、父上は退位し、私に王位を譲ることに決定した。そう、すべてがうまくいっている。もう一つ、騎士連合はもうすぐイナンナの公開裁判を始める。計画通りにその時が来た。私たちのものを取り戻す時だ。さあ行こう、ウェーブランへ。心配はいらない、妹はきっと無事だ。
以上の証拠は被告人であるイリア王女イナンナが自らの親衛隊に命じてウェーブランの民衆に対し人倫にもとる罪を犯したことを証明するものである。王女イナンナにはこの暴動の首謀者として逃れ得ぬ責任があるのだ。よって罪のない犠牲者を慰め公平と正義を貫くため被告人イナンナ・ゼノビア・サリフを極刑に処す。直ちに処刑の準備を。待て。グロリア、何のつもりです？それはこちらのセリフだ。先遣騎士団団長オーギュスト、貴様こそウェーブラン事件を画策した首謀者であり、恥知らずな陰謀家にして殺人者だ。堅固な要塞になればうちより壊すべし。計算高いオーギュストだが、私がグロリアを使って対抗してくるとは考えなかっただろうな。グロリアはまさしく正義の騎士だ。たとえ私が仕向けなくても、彼女はオーギュストとウェーブラン事件とのつながりを見つけたに違いない。そして彼女が調べれば調べるほど、オーギュストは自身が事件とは無関係だと証明したくなる。例えば騎士連合の重要参考人を消したり、あらゆる手を尽くしてグロリアの調査を妨害したり、さらには私の妹を抹殺しようとしたり。出口なきこの無限ループは今この瞬間に爆発し、計画はクライマックスを迎える。騎士連合の共食いだ。騎士諸君、オーギュストこそがウェーブラン事件の首謀者であり、全てを引き起こした元凶である。何？どういうことだ？グロリア閣下。知れ者が。そこまで言うからには証拠はあるんでしょうね。貴様は私の調査を妨害した上、証拠を隠滅し、証人を殺し、さらには同僚までも手にかけた。そしてティードンも。卑劣で恥知らずの背信者、救いようのない堕落者め。いい加減にしろ。事実無根の誹謗中傷は許容できません。騎士たちよ、グロリアを武装解除させ、処刑の妨害をやめさせなさい。諸君、私の話に嘘偽りはない。諸君に騎士たる者の誇りと信念があるのなら、いまだ正義と公平をなす使命を忘れていないのなら、少しでも人としての良心が残っているのなら、私を信じてほしい。
私と共にオーギュストの邪悪な陰謀を阻止するのだ。私の命、名誉、そして私の全てにかけて誓う。我が弦に偽りなし。どうか私を信じてほしい。グロリア閣下、私たちは企みは失敗に終わったようですね、グロリア。どうやら騎士のほとんどは正しい判断を下したらしい。口先一つで黒が白になるとでも思っているのですか。我々はイリアの暴君を打倒してこの国に新たな命を吹き込んだのです。貴様がこの国にもたらしたのは陰謀と破壊だけだ。想像以上に面白い展開だ。天下の騎士連合がこうもたやすく瓦解するとはな。この侵入者たちは自らの傲慢さゆえに代償を払うことになる。高い高い代償をな。無理だろ。グロリアには証拠がないんだ。彼女の味方につく騎士もそう多くはないはず。しかしどっちが勝っても構わない。明日は内紛のニュースが世界中に広まる。そうなれば騎士連合はイリアでの立場をなくし、新政府は必然的に私を頼ることになる。あとは騎士連合による新政府への影響力を少しずつ切り崩し、最終的には完全に駆逐するチャンスをつかめるだろう。武力だけで私をおとなしくできると思ったか。自業自得だ。剣を振るしか能のない連中め。よし、騎士の殺し合いが終わったら妹の救出に部下を向かわせよう。グロリア。グロリアは正直で高貴な騎士だ。無事であることを心から祈る。だがこの状況を見る限り彼女はここで死ぬだろう。グロリアに手助けしてどうする。オーギュストを倒し、その後は彼女が騎士連合を代表して私たちイリアを支配させるのか。彼女がどんな人であれ、国と国とのせめぎ合いの中で彼女個人の意思が何の役に立つ。聖騎士グロリアは常に騎士連合の一員であって一介の異邦人なんだ。イリアの内政に干渉しイリアを侵略しようとする者の一人なのだよ。この共食いの茶番劇がなければ騎士連合の合法性を揺るがすことは到底無理だ。そうでなくては新たなイリアは生まれない。あるのはただの属国だ。落ち着け。これは計画の一環だ。そうしなくては騎士連合の強大な影響力から抜け出すことは到底不可能なんだ。
何を言っている。君が言ったところで無駄死にするだけだ。待て、ここを出るんじゃない。行かせないぞ。行ってもどうにもならないだろう。約束が何だ。君がやろうとしているのはただの無駄死にだ。聞いてくれ、今君が助けに行ったら私たちがやってきたことは全部台無しになってしまう。イリアの独立も水の泡になるぞ。私たちがこれまで戦ってきたのはイリアの独立と自由のためじゃなかったのか。何のつもりだ。やめろ。絶望に満ちた窮地を二人で何度も乗り越えてきたのに、なぜだ、なぜ一回の侵略者ごときのために全てを投げ出すんだ。今まで重ねてきた私たちの努力、信念、そして耐え続けた苦しみは全部どうでもいいというのか。やめろ。どうしてだ。ここまで頑張ったのに、あと一歩なのに、あと一歩で私たちの夢がやっと実現できるのに。頼む、壊さないでくれ、お願いだ。どうして、一体どうして、私は何か間違えたのか。なぜこんなこと。君と私の唯一の親友と一緒に、ずっとだ。何があっても大丈夫。